朗報、藤浪、オリオールズの歴史に名を刻む。球団最多となる9イニング18奪三振、藤は2イニングで4奪三振。中継ぎで2イニングとか、使い潰す気満々やな。DAL は先発補強戦のか？しっかり4つも稼いでるのも素晴らしい。藤の魅力に取りつかれたね。藤依存症になったら戻れないぞ、DAL。普通に貢献してて草。デスボールでの記録も誕生するかもしれんぞ。藤の使用は、用法用量を守って適切にお使いください。ようやくメジャーに適応できてきたのか、単に前のチームが合わなかったのかどうなん。むしろ前のチームが根気よく使ったおかげでアジャストできた。アスレチックスじゃなければとっくにクビや。以下はなんか、遥か神置き去りにした、やべえ成績やったしな。このままいけば最終的にクローザーか、すごい成り上がりやな。先発なんてやらんでええやろもう、NPB の先発より、MLB の中継ぎのが格上やぞ。NPB で、解雇寸前の投手がメジャーで、復活とかもう人生わからんな。アスレチックスが根気よく、使って少し改造して、出荷したおかげや。皆さんは、藤浪選手の大活躍、どう思いますか？コメント欄で今回の動画について、感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。